お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日もですね、ソニーのね TA-1150D をね少し進めていきたいかなと思います。で、まあ前回はですね、集団のねパワートランジスタをね交換して音の比較をねしてみました。まあたくさんねいろんなご意見いただきましてね、本当にありがとうございました。で、まあお世辞にもね、みんな褒めてくれたりね、してくれてるのがすごくわかるんで、実際、あんまりね、すごく変わってないんじゃないかなってね、思った方がね、結構多いんじゃないかなと思います。まあ、それにはね、理由がありまして、まだね、初段を変えてないですね。で、まあ、初段のね、トランジスタをね、変えていくことによって、どんな風に変わるか、これからね、やっていきたいと思います。はい。で、まあ、初段なんで、ちゃんとね、きちっとペアリングをしてからね、組み入れて、その音の比較をね、やっていきたいと思います。はい。で、まあ、今回ですね、交換して、音出しまでやって、このね、部屋で、いつも通り、卓上でね、音を出して、比較をしていただこうと思います。はい。で、またね、サブチャンネルの方に、こちらのね、視聴だけの動画を、リスニングルームでの視聴だけの動画をね、出していこうと思うんで、またその時はね、ご報告したいと思います。はい。それではね、作業を開始したいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それではね、ボンネット開けていきましょう。はい。前回ね、トランジスタの方はね、集団トランジスタの方は、新品に変えてあります。で、今回からね、見てくれた方は、ノーマルの状態からね、コンデンサー37個交換して、パワートランジスタ交換してとね、順番にね、見ていただいた方がいいかなと思います。はい。それではね、これからね、パワーユニット外していきますが、そこはスキップしたいと思います。スキップします。はい、取れました。はい、それではね、始めていこうかなと思ってね、今、準備をしてね、あらかたね、選別しようと思ってね、トランジスタ引っ張り出してたんですが、2SC のね、1775、これをね、使おうと思ったんですが、ちょっと今最近高いのと、異常に高いんですね、1個ね、結構。やっぱし300円とか、ペア取りしてあるとやっぱ300円超えちゃうと思うんで、ちょっとね、高いから、これなしにしようかなと思って。で、こちらのシルクハット型の、ま、これ好きなんで、2SC の369。これをね、入れようかなと思ったんですけど、なかなかね、手に入りづらいかなと思って。で、まあ、本来ならこれでね、まだ1話ね、売ってるんで、1個100円200円ぐらいで売ってるんで、まあいいかなと思ったんですが、一度 2SC のね1815、これでねやってみた方がねいいんじゃないかなと思って、と1815でね一回ね鳴らしてみましょうかね。うん、まあ汎用性の高いねトランジスターで、まあいろいろねランクも ROY、GR、BL とかねあるんで、まあかなり幅広く使えるやつで、しかもね安くて、セカンドソース品もあったりして、まあ手に入りやすいんでね、まあ一回1815でね実験してみたいかなと思います。まあ、これ今ね、選別してね、入れるやつ探そうと思ってね、やってたんですね。ペア取りして。で、まあ、よく考えてみたら、まあ、そんなことするより、まあ、1815だったらもうペア取りしたのがね、結構安めに売ってるんで、オークションとかでね、ペア組んでくれてるやつとかね、10個単位とかで買えるんで、まあ、そういう方がね、使いやすいのかなと思って、一応、1815でね、今回はね、やることにします。はい。まあ、そんな感じでね、準備します。よろしくお願いします。はい。それではね、選別の方をね、始めていきましょう。まあ、そんなね、全部選別するのはね、やんないんで、そこはね、カットしちゃいます。で、私は一応この、今出してある、個数をですね、40個をチェックして、それからね、
ペア撮りしたのをね、使っていこうと思います。まあ、こんな感じでね。はい、こんな感じでね、見ていくといいかなと思います。もう一個ぐらいやっときますかね。まあ、テスターとかにね、ついてるやつでも全然十分です。十分です。ただ、あそこちょっとね、刺しづらいんでね、自分こんな感じでやってますけど。まあ、あらかたね、揃ってる感じですよね。本当だったらこれで、数値近いものを選んだ後に、カーブトレーサーで、カーブの傾向を見てね、もう一回ペア撮りするとね、なおいいかもしんないですね。まあ、普通のところに入れんならね、別にそんなに神経質になることはないんですが、初段とかね、プリアンプとかね、そういうところに使うときはやっぱし、やった方がいいかもしんないですね。はい、そんな感じでね、どんどんね、見ていきたいと思います。以上です。はい、選別終わりまして、使うのをね、ちょっとまとめてみました。こんな感じになってます。はい。まあ、結局ですね、さっき出したのから、GR とね、Y をね、ちょっとね、出してみました。で、まあ、306、HFE が306、304、213、209って、こんな感じでね、ペア撮りをしました。はい。で、まあ、外してみてね、まだどっち使うかはわかんないんですが、どっちのね、ランク使うかはまだ決めてないんですが、外してみて、まあ、近い方ね、入れてあげようと思います。はい。まあ、そんな感じでね、これから準備したいと思います。よろしくお願いします。はい、取れました。はい、ですね、今、ちょっとね、外したやつのね、HFE をね、測ってみました。ちょっと光っちゃって見づらいですが、こんな感じです。外したやつがね、こんな感じで、まあ、メタメタまではいかないですけどね、まあ、こんな感じでしょうね。はい。まあ、十分な値だと思います。結構ね、増幅率高めですね。はい。まあそんなんでね、新しい新品ね、入れていきたいと思います。以上です。
はい、それではね、これから本体の方にね、組み付けてチェックしたいと思います。以上です。はい、それではね、準備できましたんで電源をね、投入していきたいと思います。はい、ではね、投入します。投入。はい、基準値ね、超えないみたいなんで、これでね、30分ぐらい置いて調整したいと思います。はい、あれからね、30分ぐらいね、ずっとアイドリングして いるんですが、23mVちょいぐらいでね、なんか落ち着いた感じになっちゃってますね。はい、まあもうちょっとね、上げてもいいんですが、まあこれで落ち着いてるんでね、これでちょっとね、音出していきましょうか。ね。はい。そんなんでね、蓋閉めてね、音出しの準備していきたいと思います。準備します。ではね、再生します。はい、それではね、準備できたんで、これからね、再生していこうと思います。はい、曲もね、前回と同じものになります。それではね、再生します。Thank you.
はい、それではね、時間少しあるんで、2曲目ね、かけていこうと思います。お疲れ様でした。今回ですね、2SC1815 にね、初段をね、置き換えるというね、作業をね、して、視聴までね、やってみました。まあ、ガラッとね、音が変わったんじゃないかなとは思います。まあ、このね、ガラッと変えるためにですね、あえてね、最初に、パワートランジスターからね、交換した次第でございます。これもですね、最初にですね、初段だけ変えてしまうと、まあ、パワートランジスタをね、変えた後の差が、本当にね、わかんなくなってしまうんで、パワートランジスタを先に今回はね、変えさせていただいて、その後にね、これをやりたかったっていう感じでございます。で、まあ、オーディオのね、先生方がね、雑誌でよく、何の機種、何のアンプは、初段に何を使ってる。で、まあ、そういう書き方をね、よくされてると思うんですね。まあ、そんで自作派の先生方は、初段に何々を、使ったとかね、高級石何々を初段に使ったとかね、なってるぐらいやっぱね、すごい大事なとこなんですよね。はい、まあオーディオの中身でね、大事じゃないとこなんて一個もないんですが、全てがね、バランスの奇跡なんだわけなんで、まあ音の変化っていうところでは、まあ初段をね、変えることによってだいぶね、変わってきたんじゃないかなとは思います。はい、まあね、結構締まったね、音になったんじゃないかなとは思います。はい、まあこれからね、もう一回パワートランジスタの方をね、変えていこうかなとは思うんですが、その前にですね、まあこの後の動画にですね、
リスニングルーム持ってきまして、2S305 ねちょっとガツンとね鳴らしていこうかなと思います。まあそれで聞いていただいて、まあね少しエイジングを兼ねて、これ今後のねパワートランジスタ何にするか、またその時の音の違いはどうなるのか、またね初段さっき最初にね1775とか、まあ、2種類ぐらい出しましたが、それに交換してね、どういう風に変わるのかとかね、いろいろやっていきたいと思います。まあ、ちょうどですね、この機種、初段を入れ替えるにも、そんなに、電圧も高くないですし、いろんなね、幅のものをね、使えるんで、結構ね、実験機としてはね、面白いと思います。はい。ただね、TO さんじゃないのがね、残念ですが、まあ、そのうちね、TO さん入れようかななんてね。思っています。はい。まあねソニーのね製品ではなくなっちゃう感じですけど、まあねこういう実験の積み重ねで自分のメインアンプをね自分の方向性のように方向性にね行くようにいじっていったらいいんじゃないかなと思います。はい。まあそんなんでね今回も以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。